22世紀その事件は私ドラミが卒業を明日に控えたロボット養成学校で起こったんです。20世紀から来てくれたお兄ちゃんまで巻き込んで。なんだ急に空が暗くなったぞ。ほう珍しいのこんな天気は。様の登場だぜ。あ？しかしドラえもんに呼ばれたと思ってカッとんできたのに待ってたのはガキンチョの妹かよ。ガキンチョ？でドラえもんは一体どうしまったんだ？へちゃむくれ。へちゃむくれ？
しかしこの学校も俺がいた頃と変わんねえな。私ドラミ。ああガキンチョでへちゃむくれのドラミだろ。親友テレカ。親友テレカ。こいつが俺をここに呼び寄せたんだ。お兄ちゃんはなんだか不思議なものに吸い込まれちゃって。不思議？私の卒業式を楽しみにしてわざわざ来てくれたのに、校長先生や他の生徒たちもみんな消えちゃったのよ。君のね、助けが来るまでと思ってここに隠れてたけど、四次元ポケットの中の道具もみんな吸い込まれちゃったんだから。やかましい。え？落ちる。しょうがねえな。よっと、よいしょ。しかし学校の管理をしているはずのダディ13号はどうしまったんだ。ダディ13号？ああ俺がここにいた頃はいつもいつも学校を守ってくれてたぜ。下校の時刻になったぞ。まだ勉強している生徒は遊ばなきゃダメだぞ。今学校を守ってるのはマミー14号っていうコンピューターよ。下校の時刻よ。良い子は後片付けをきちんとしてよ。宿題忘れないで持って帰ってよ。寄り道はダメよ。ロボットマンションまでまっすぐ帰ってよ。みんな明日も元気に登校してよ。マミー14号、何か不思議なことがこの学校に。あった。あっ、きっと逃げるのよ。バカ言ってんじゃねえよ。俺はドラえもんを助けに来たんだぜ。あんなの俺の空気大砲でコッパみじんだぜ。ドカーンドカーンドカドカーン。ダメだ。よっと。なんなんだありゃ。キニャー、そこまでする。まさかのね。きっとなんとかして。いや俺にはどうにもこうにも。ワイト！やく！高いとこ怖い！なんでこんなところに壁が？このサイダー！エド！いた！ドラミ使われ！ドカン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 ！大成功！こっちに行くわよ。ちくしょう、エドが吸い込まれちまった。あれ一体どうした。ここは工作室だよな。こんなもん飾ってあったっけか。大変、これみんな学校の生徒よ。何、ひどいわ、誰がこんなこと。わあ、今度はなんだ。あれゴキブリ。ゴキブリ、ギョロギョロ。作ってあげようね。作ってあげようね。そうか、生徒たちをこんな目に遭わせたのは俺だな。俺の空気大砲を作ってあげようね、作ってあげようね。何しやがる。お見事。あなたは一体おめえは工具の鉄人。工具の鉄人。足が動かない。作ってあげようね、作ってあげようね。ワンドラ。ワンドラさん、あれは私たちがこの学校にいた頃工作室のアシスタントをしていた工具の鉄人。確か今は使われていないはずですが。
作ってあげようね、作ってあげようね。どうやら何か異変が起きているようです。足が動かせるわ。サンキュー、ワンドラ。わかった。ワンドラ、わかった。ニコちゃん、キャメちゃん、ワンちゃん、ワンドラ。よし、ドカーン。ドカーン、ドカーン。ドカーン、ドカーン、ドカーン、ドカーン。思い出しました。鉄人はコンセントがないと動けないのでした。そうだ、キッドたちは。どうぞ。 ありがとう。キッド、どうやら学校全体に通せん帽カバーがかけられたようである。このままじゃ学校に入ることも出ることもできないである。エド、待ってろよ。仲間が来てるといいんだが。ワンドラさん、大丈夫かしら。とにかく学校を調べるである。俺の空気逮捕。どっから調べるか。お兄ちゃん、君たち我が輩の話聞いてる？どうしちゃったの？みんな寝てるわ。うん、ここは音楽室であるな。入ってみようぜ。わびなんじゃこのうるさい音は。在学してた頃使われていたパイプオルガンロボット。なんだか眠くなる音ね。うん、いかん、耳を塞ぐである。チューニングがずれてて眠気を誘うのである。あ、約1年すでに寝てます。幸せなやつ。よし、我が輩の魔法音楽を聞かせるである。食べられないよ。
そろ朝飯かな。むにゃむにゃ、俺もう食べられないよ。そろそろ朝飯かな。寝ぼけてるわけないでしょ。ねえドラミ、ここは体育館？ドラミ、なんだこりゃ、夢の続きか。よし、それなら加減しないぜ。おれ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 ピカチュウ。へえ、なんだいたのか。ちょっとは手加減してよね。飛び箱ロボット、しかも旧式のガラクタどもだ。へえ、なんでこんなの。全キッド様がグーの音も出ねえように。腹減って俺もう動けねえ。嘘でしょ。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、牛を倒せと俺を呼ぶ。このエル・マタトーラ様が来たからにはもう安心だぜ、セニョリータ。セニョリータ、そこに転がってる役立たずと一緒にどっかに隠れてな。おにゃさん、へこへこ、ほんとに役立たず。さあかかってこい、ガラクタども。なんか食わしてくれ。なんだなんだ、合体しやがったか。ガラクタにしては気の利いたことするじゃねえか。ひょっとして何かに操られてるんじゃ。トビ、マンコ、いやー汚ねえぞ。チューマンコ、マンコ、残念だったな。俺様はドラえもんズ一の力持ちなんだよ。バスケ1、2、3、4、5、6、7、まいったか。ちょっと疲れたかな。ふかふかベッドもあることだし、おっとシェスタシェスタ、お昼寝だい。給食室の調理メカ全然使い物にならなくて、どら焼き一つ作るだけでも大変だったのよ。いやうめえよ、ドラミ料理の才能あるぜ。よし、腹いっぱいになったらみんな助けに行くからな、待ってろよ。そっか、この人誰よりも早く駆けつけてくれたんだった。仲間を助けるためにご飯も食べずに。おかわり。ダメよ、もう材料ないんだもん。給食室なのになんで材料がねえんだよ。ねえ、なんでなんで。知らないわよ。ちゃんと探したのか。探したわよ。ここもか。そこも。こっちは。も。この冷蔵庫の中はどうだ。それ古いからもう使われてないのよ。どれどれ。ちぇ、開かねえぞ。このパンガス。ポンコツって言った。え、なに。ポンコツって言った。変身型のロボットだったのか。やべえ、逃げろ。大丈夫、おめえだけは絶対に俺が守り通すぜ。行き止まりか。あ、これは食室のロボットたちが氷漬けにされてる。ひえひえひえ、きっとはあたしもうダメ。バカ野郎、諦めんじゃねえよ。あ、ドラニコグ、なんでなかなか来ねえと思ったらこんなところで凍ってやがんの。
頼りにならねえやつ。そっか、この手があったぜ。よいしょ。何すんだよ。もう前見えないじゃないの。ドラニコフのやつは丸いものを見ると野獣に変身するんだ。丸いもの。よし、ちょうどいいぜ。唐辛子ソースだ。ドラニコフ。大丈夫か？大丈夫じゃない。ここは理科室じゃねえか？きっとここにも生徒たちが。何？ルーク探しちゃったよ。ドラリーニョ。あれ、ミニドラをこんなとこに閉じ込めちゃうなんてひどい。ミニドラサッカーチームか。ドラリーニョ、え、僕どうして学校に来たんだっけ。たらん。ああ、思い出した、ドラえもんを助けに来たんだ。おめえ相変わらず物忘れ激しいな。いえ、あれ、こんなとこに模型ロボットいたっけ。おにおに。ああ、思い出した、古くなってからしまわれてたんだ。ひょっとして僕たちを押そうとしている。ほにほに。どうして追っかけてくるの。それ誰かが操ってるんじゃねえのか。誰が操ってるの。知るかそんなの。ほに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 。ドラリーニョ、ヘラヘラしてないでなんとかしろ。ゴール！うん、ああ、すげえぞ、ドラリーニョ！イエーイ！ドラリーニョ！なに？あのコードみたいなの。さあ、おいぞ！きっと、これ上まで登ってくの？行くっきゃねえだろ！そうよね。でも、高いとこ怖い。ドラリーニョ！ここは視聴覚室か。でも何かしら、マミー14号の周りにあるリングは。あれは確か、機械の動きを止めるストップリング。なんでそんなものが？出たー！待てよ。今までの敵は、みんな今は使われていない古いロボットたちだった。ってことは、わかったぞ、あいつの正体が。ドラミ、ちょっと耳貸せ。いたたた、またなんかする気。ゴニャ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 。え、来たぞ、急げ。本当に昔使われてた掃除機だったのね。ああ、こいつはスイッチさえ切っちまえば動けねえんだ。よし、中に吸い込まれた連中を出してやるか。高いと怖い。ここは疲れたロボットを休ませるリフレッシュルーム。なんだあのビカビカしてるコンピューターは。
久しぶりだぞ、高所恐怖症のギド。ダディ13の？まさか古いロボットたちを操ってたのはおめえか？古いからってお払いぼこにするからだぞ。それはひでえ。違うわ、リフレッシュして新しくなるはずだったのよ。なのに八つ当たりするなんて。そうだ、それはひでえ。お前らに使われなくなったロボットの気持ちなんか分かるはずはないぞ。おいおい、みんな同じロボット同士、仲間じゃねえか。仲間？ならばその仲間がどれほど信用できないものか教えてやるぞ。何？あ、みんな。お兄ちゃん、無事だったのね。おにゃ。おにゃ？だーだ、ちょっと、おめえら、高いところでふざけるのはやめろ。おにゃ。みんなダディの言いなりだぞ。人も言いなりにするぞ。やめろ、目を覚ませ。いいぞ、次はドラミだぞ。きっとふにゃきっと嘘でしょ。あなたまで今までずっと一緒に頑張ってきたじゃない。あたしを忘れちゃったの、きっと。ふにゃ、やめて。ふにゃ、キッド？言っただろ、おめえだけは絶対に守るってな。言いなりにならないぞな。バカ、この帽子は特別製でな、悪い電気なんか通さねえんだよ。やだ、情けねえぞ。こんなアンテナに操られちまうほどドラえもんズの友情は弱っちいものなのかよ。友情なんて忘れたとは言わせねえぜ、ドラえもんズの友情伝説をな。命をかけた幻の古代神殿での大冒険、不滅の友情を誓える者だけが使うことを許される伝説の秘密道具、親友テレカを手に入れた日のこと思い出せ。あ、ドラえもんズ。そんなバカな。力を合わせろ。はい。お、よっしゃ。オッケー。ガン。えい。ファイヤー。ドラえもんズ。ダディ、おめえの中の悪い電気を追い払ってやるぜ。ドッカーン。リフレッシュしたぞ。悪い電気が抜けたんだわ。高いとこ怖かった。ご苦労様でした、キッド。悪かったな。我らドラえもんズ。あら。ちょっと遅かったのね。こうして事件は解決したのです。学校を狂わせたあの雷はお天気コントロール衛星の故障で偶然できたものだったそうです。ダディ13号はマミー14号と協力して学校を守ってくれることを約束してくれました。みんな自由になり、古いロボットたちもリフレッシュ。さあ、いよいよ卒業式です。
subscribe to Toon Zone.